鬼ヶ島赤子。山井さんグループに属する彼女は古見さんの友達である。いつも笑顔で元気、人柄もよく。あ、鬼ヶ島さん、おはよう。ごめん、私急いでんだ。じゃね。そんな、こんな幼馴染が欲しかったランキング1位の彼女も、鬼ヶ島さんは怒ると鬼に、いえ、なんでもない。よし。頭、しかもイヤホンが絡まってる。山井さんがいる。なんで今顔を背けたんですか。私も付き合い長いからね。ストレスの解消法はご飯、お風呂、睡眠、バッティングセンターだけよ。まともなこと言ってる。またイヤホン絡まってる。ご飯食べればこの子も少し落ち着くわ。一緒にバッティ